皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の26日木曜日ですね。時間が比較的早くて、日本時間の夜の9時、26分ということで、約30分ぐらい遅れましたけど、比較的早く放送開始できました。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、昨日の仏日語放送と同じ、テーマ、非常に大事なテーマだったんで、それをですね、過失訂正版として、今日は取り上げて、今日の部分をナンバー1にしたということです。今我々がすべきことは、実体経済の数十倍の規模に膨れ上がり、実体経済を全面破壊している金融経済を縮小させ、実体経済を復興させる市民革命運動だというタイトルもちょっと変更したんですね。これがナンバー1です。今日の、ワイワイニュースライブは通算で2908回目ということです。音声も映像も今のところ問題なく配信されているということですね。初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。ということで、いつものように昨日の仏日語放送のメインテーマ、今我々がすべきことは、実体経済の数十倍に膨れ上がった金融経済を縮小させ、実体経済を復活させる市民革命運動を世界各国で起こすことだと、こういうことだったんですけど、それをですね、このように、図に、して、くれました。でこれがなかなかよくできてるんですけど、いわゆる蛇口があってですね、こちら側が金融経済の方に、資金がジャブジャブといくと、でこちらにの実体経済には細い管にしかいかないと、こういうことなんですね。で、一つはこの金融経済の規模がですね、この実体経済の20倍になっているということで、これをもう少し巨大化して、実体経済を1とすると、これが20倍になるということと、それからこの資金の供給源のこの蛇口についてるこのタンクですよね。タンクの中にある資金は一体どこから来るのかということで、それはもう実体経済に課税する消費税とか、あるいは所得税とか、あるいは法人税とか等々と、それから三位一体の信用創造特権を独占している政府、中央銀行、日銀、それから民間銀行、これが作り出す信用創造ですね、それが供給源として巨大な資金のタンクになっていると。それがの大部分がこの太いパイプで金融経済の方に行って、金融経済がますます肥大化して、この実体経済が縮小すると、破壊されるという構図だと思うんですね。昨日の視聴者数ですけど、やはり普通日語ということなんで、いつもより半分以下ですね。ツイキャスが128名様、 YouTube が148名様で、全部で276名様ですね、今時点では。ということです。初耳さんですね、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。 1,2,3,4,5,6 枚ですね。それからキララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。ということで、で今日の画像ですけど、最初は今日のトピックスで取り上げますけど、日刊現代の記事ですね。葛西アナが悪性リンパ腫に療養中の大塚アナとは共通点がということで、
この2人悪性リンパ腫になったっていう共通点は何かというと、2011年3月の15日ぐらいに2人とも福島現地で、大事故の中継をしてるんですよね。ですから大量の放射能を浴びたとこういうことなんね。でそれが大塚アナとそれから笠井アナ、大塚アナはいつですか、とかね、もっとかなり前ですよね、悪性リンパ腫が発症したと。で笠井アナはつい2週間ぐらい前ですよね、発症したと。共通点に2011年の3月15日に現地で彼らは中継、取材し中継を行ってたということで、直接大量のですね放射能を浴びちゃったということの結果が今回悪性リンパ腫として出てるということはほぼ確実でしょうね。でそれと同時に、まあ、今日のトピックスはトップに挙げましたけど、2019年の日本人の死亡者数が前年と比べて1万4000人も戦後最高の死者数だったと、1万4000人多かったと。そして出生数も5万4000人少なかったということで、結果としてですね、50万人ぐらいが自然減になると。50万人だとほぼ鳥取県1県の人口と同じなんですね。鳥取県1県が消滅するという異常な事態なんですけど、なぜ5万4000人も少ないのかという、その原因は何かというと、このお二人と同じでしょうね。2011年 3.11 の福島第一原発大事故による放射性被曝が3000万人が被曝してるんですよね。それが、8年経った今現実に死亡者数として死亡者数の激増として現れているとこういうことだと思うんですね。安倍政権は絶対隠しますからね、その辺は。恐ろしい事態が進行してるってことですね。高齢化社会だから死亡者数が多いというふうに、まあもっともらしいこと言うんですけど、1万4000人が急に、いくら高齢者社会でも1年で1万4000人が増えると、死者として増えるということは、外的な要因がない限りありえないですよね。から2つ目がですね、これリテラの記事ですけど、この花田というとんでもない、謀略雑誌ですね、飛鳥新社っていうのが出してるらしいんですけど、花田という極右ファシストが編集長をやってる月刊誌ですけど、これの最新号2月号に安倍晋三がインタビュー記事で出てると。それから例の伊藤詩織さんを準強姦した強姦男山口則之、これが記事書いてるんですね。ここにありますけど、桜を見る会、売国野党と朝日新聞というタイトルで、記事を書いてるんですね、山口則之。それと山口則之の記者会見に同席した自称文芸評論家小川栄太郎という、これも安倍晋三親衛隊の文化人ですけど、これも書いてるんですよ。暴力大統領ムンジェインは習近平の番犬だと。そして安倍がですね、インタビューに記事で、
習近平、ムンジェインには一歩も譲りませんと、こういうことを書いてあるんですね。とんでもない雑誌が出版されていると、こういうことですね。こんな本買うやついるんですかね。誰が買うんですかね。ということです。 K さんコンティニューポイントですね。今までのところをアップします。昨日のメインテーマ、実体経済を縮小させ、あ、じゃない、うん、は実体経済を復活させ市民革命、復活させる市民革命運動を世界 各国で、起こすことだと、今我々がすべきことだと、こういう昨日のメインテーマですね。それで視聴者数2つで276名様と、そうですね。から今日の画像ですね。日刊現代、葛西アナが悪性リンパ腫にと、療養中の大塚アナと共通項がということで、2人は2011年 3.11 の福島、東電福島第一原発大事故の直後にですね、現地入りして、テレビ中継を2人とも行ってたということで、発症の時期は異なりますけど、悪性リンパ腫、が原因だろうということはもう明白だと思いますね。メルヘン中尾さん、こんばんは。私が利用している駅構内の売店で花田やウイルが売られていましたと。私が時々利用している公立図書館でも取り扱っているようで、予約待ちが数人いますと。何なんだろうね、これはね。もう完全に意図的に拡散されてるんでしょうね。で、この日刊現代記事より抜粋ですね。大塚さんは東日本大震災直後の2011年3月15日に被災地から生中継し、気温が2度で風が吹いていると、体感温度はさらに下回ってかなり、寒く感じるなどと、石巻市の現状を伝えていましたと。葛西さんも3月12日から東北の被災地取材に入り、その時の様子を、僕は喋るためにここ被災地へ来たとに書いていると。3月12日から15日というのは、福島原発で1、3、4号が水素爆発した時で、その前後数日は緊急のベント、排気操作で、排気操作が行われ、近隣のいわき市や福島市では国の基準の100倍余りとなる毎時約24マイクロシーベルトの放射線量が検出されていると。これですよ。ここちょっとアップしますね。
2011年の3月12日から15日というと、福島第一原発で1号機、3号機、4号機、水素爆発じゃなくて、放射性燃料の核爆発、核爆発ですね。特に3号炉がものすごい、爆発力ですよ。だからお二人とも12日から15日というのはちょうどベントで、排気作業が行われて、高濃度の放射性物質が空中に、放出されたという日に当たってるんですね。で、いわき市や福島市では100倍、基準値の100倍の毎時24マイクロシーベルト。これ普通はですね、0.005マイクロシーベルトぐらいですよね。だから100倍どころじゃないですよね。通常から考えると0.005だと1200倍じゃないですか。だから猛烈な放射能を直接吸ったということでしょうね。土山純一さんですね。お茶爆10と、それからコンティニックインコイン2枚ですね。ありがとうございます。それから次に、今日の一言で財政規律についてという、まあ私の一言なんですけど、1、2、3、4、5、6で、日本にはですね、財政規律、政府財政を規律する法律も制度も基準もないと。政府は毎年財政を意図的に赤字にして約40兆円の赤字国債を発行して国の借金を増やしていると。今年3月末の時点での国の借金、国と地方を合わせて、1100兆円、これが来年には20兆増えて1120兆円になると。これ意図的にやってるんですね、自民党政権。だから2番目で、 EU には加盟国が遵守しなければならない財政規律があるんだと。各国政府の単年度の財政赤字の赤字は GDP の 3% 以内と。そして各国の国の借金は GDP の 60% 以内と。この基準をクリアできない加盟国は処罰されると。こういう EU 内では財政規律というのがあるんですね。で、もしも日本にこのEU 財政基準を適用するとどうなるかと。日本の GDP は約540兆だから、単年度の財政赤字は 3% 以内ということは 16.2 兆円以内と。実際は40兆なんですね。で、国の借金は 60% 以内ですから324兆円、実は1100兆円と、とんでもないほどの最悪の赤字大国、最悪の借金大国なんですよ、 EU の基準からすれば。だから日本は当に、この EU の基準を大幅に超過している処罰対象国になってるんですと。ただこういう EU の財政基準規律一切ないです、日本は。何にもないんですよ。だからやりたい放題なんですよ、自民党政権で。米国ではどうなってるかと。米国では予算権というのは大統領にあるんじゃないんですね、連邦議会が持ってるんですね。ですから大統領は予算案を策定する権限はないと。
策定するのは議会予算局が策定し、予算執行の監督や決算もすべて、連邦議会が行うということなんです。だからアメリカの大統領っていうのは自分で予算を作成する権限がないから、予算教書ということを教書で、自分の考える予算を国民と議会に提案して、それを受けて議会の予算局が予算を作成するということなんで、ね、で米国では政府予算の上限が毎年連邦議会が決めるんですね。だから大統領は予算案を策定する権限がなく、予算局の予算が超過するという何回かありましたよね。そうすると行政の窓口が一斉に金がないから閉じちゃうんですよね。で議会が臨時予算を承認すると再開するということで、政府のいわゆる予算に対して上限を設けて制限していると、アメリカでは。で一番大きいのが予算作成、予算に関するすべての権限は大統領じゃなくて連邦議会にあると。ここが大事なんですね。で日本では予算案を策定するのは財務省と、予算を執行するのも財務省と、予算の執行を監督するのも財務省と、予算を最終的に決算するのも財務省と、いわゆる予算に関するすべての権限は政府財務省が持ってるんですね。だから日本の政府および財務省は強大な権限を持ってるんですよ。なぜなら彼らが予算のすべてを独占してるからと。だから予算にたががはめられず、膨大な借金20兆円が毎年国の借金として積み重なって、いつかは国民が払うんだよとこういうふうに、なってるわけですよね。これが今日の一言です。財政に関してこのことは誰も言わないですよね。K さん拍手ですね。雪丸馬さんケーキですね。恐ろしい国ですよ。財政規律がないんですよ。日本の月末、3月末末時点での国の借金は1100兆円と、それが来年2020年3月末だと20兆円増えて1120兆円だと、毎年20兆円。だこれ公然とやってるんです。意図的にやってるんですよ。国債発行、国債を発行するために。で、EU には加盟国が遵守しなければならない財政規律があると。各国政府の単年度の財政赤字は GDP の 3% 以内。で国の借金は GDP の 60% 以内と。でこれを守らないと処罰されるんですね。罰金とかなんかで。でもしもこの EU の財政基準を日本に適用すると、日本の GDP は540兆だから単年度の赤字、財政赤字は 16.2 兆以内と、国の借金は324兆以内となると。実際は
財政赤字は単年度40兆、国の借金は1100兆円と、とんでもないほどの赤字大国であり借金大国であって、 EU のメンバーであったならば、まあ入れてくんないでしょうかね。EU 基準に満たないということで真っ先に処罰の対象になってるんですね。でアメリカではどうかと、アメリカでは予算権というのは大統領を持ってないんですね。これ三権分立の優れたところですよね。予算権は連邦議会が持っていると、大統領は予算案を策定する権限はなく、予算案は議会予算局が策定し予算執行の監督や決算は全て連邦議会が行うと。だから勝手に大統領は予算をいじれないんですね。日本は政府財務省の政治家と官僚がいじってんですよ。から米国では政府予算の上限が連邦議会によって毎年決められていると。で予算が超過する場合はその都度議会の承認が必要となると。議会の承認が得られなければ政府の行政部門は閉鎖されるってことを何回か閉鎖されましたよね。公園が全部閉鎖するとか、窓口が閉鎖するとか。だから予算がないから窓口の職員は自宅待機になるわけですよね。から日本では予算案策定、予算執行、予算執行監督、決算など政府予算に関する権限は全て政府財務省が独占していると。日本には財政規律がなく、政府と財務省が強大な権力を握っているのは彼らがこの予算を独占しているからだと。これですよ。あっちか。ということです。今日の一言。そして今日の注目情報、これはデイリー新潮ですね、週刊新潮のウェブ版ですね。25日付、伊藤詩織さん事件、現場ホテルのドアマンが目撃した山口則之の連れ込み現場という、これはスクープでしょうね。結構長い、記事ですけど、特に重要なところはですね、ではドアマンの私の見たことや私の長所について述べていこうと。2人が乗ったタクシーがホテル、このホテルっていうのは、高輪にある、シェラトン東京かな、シェラトン都ホテルだ、白金にある。ここに、一時帰国してたワシントン支局長 TBS の山口則之が泊まってたんですね。でここのドアマンがタクシーが到着したという当日の模様を生々しく語ってるんですね。2人が乗ったタクシーがホテルの玄関前に滑り込んできた時、日本のドアマンなら誰もがそうするように、彼もまた後部座席の左側のドアの方向へ出向いたと。陳述書にはこうあると。その時に手前に座っていた男性と目が合い、怖い印象を受けましたと。そして隣に乗った女性に腕を引っ張るようにして降りるように促していたと。で遠のく意識の中でもしおりさんは懸命に運転手へ近くの駅までと言ったが、山口記者は部屋を取ってあると返し、タクシーは彼の
指示に従ってここまでやってきたのだと。で、括弧、女性の方は、これ長所のあれですね、中身ですね、女性の方は中略、掃除をするの、私がよこしちゃったんだから、きれいにするのというようなことを言ってましたと。ドアマンの証言ですね。当初なんとなく幼児の片言みたいに聞こえ、何があったのかなと思っていたら、車内の運転席の後ろの床に吐しゃ物がありましたと。で、都内で、戻してしまったのだと。車内で戻してしまったのだと。それから山口記者はしおりさんの腕を引っ張って無理やり、車外へ連れ出そうという動きを取ると。で、長所の証言ですね。女性は左側のドアから降ろされるとき、降りるのを阻むような素振りをしましたと。きれいにしなきゃとまだ言っていたので、座席に留まって車内を掃除しようとしていたのか、あるいはそれを口実に逃げようとしていたのかと思いました。それを男性が腕を掴んでいいからと言いましたと。で、車寄せからホテルのエントランスまでのわずか10メートルほどの距離もしおりさんには遠すぎたようだと。これは新潮のあれですね、記事ですね。で、ドアマンの証言、足元がフラフラで自分では歩けず、しっかりした意識のないヘベレケの完全に酩酊されている状態でしたと。きれいにしなきゃというような言葉を言ってましたが、そのままホテル入り口へ引っ張られ、うわーんと泣き声のような声を上げたのを覚えてますと。で、不本意に連れ込まれて、無論ドアマンがこのことを刑事に話している際に、男女が何者であるか、刑事が何の捜査をしているのかを知る由もないと。だから本誌にこの件を記事にして、しおりさんが記者会見をする17年、5月になって初めてあれはこの事件だったのかに気づき、ドアマンは会見を通してしおりさん、シラフのしおりさんを初めて目撃することになると。で、長所、まるで別人でしたと。自分では歩けないから男性が手を強引に引っ張ってホテルの玄関に入ってきましたと。私はそれを唖然として見送りましたと。まさに我を失ったこの状態について、しおりさんはデートレープドラッグを山口氏に何らかの形で飲まされた可能性とかねて主張し、山口氏はこれを完全否定。今となっては残念ながらこれを調べる術はないが、尋常ではない前後不覚ぶりだったことを陳述書を通じて浮き彫りになっていると。で、正体を失ったしおりさんとは対照的に山口氏の横柄な態度もドアマンには強く印象に残っていると。長所の証言ですね。驚いたのが、男性がタクシーの運転手さんに一言の謝罪もなく女性に対して言ったいいからという言葉以外は無言で立ち去ったことでしたと。何もしないで行ってしまうのかと驚き呆れたと。こういう場合大抵は運転手さんにクリーニングのチップぐらい渡すもんなのにと。運転手さんはかわいそうだな、今日ももう仕事にならないだろうなと思ったんですと。で、世界に冠たるホテルチェーンの経験豊かなドアマンの目を射たのは山口記者の振る舞いのみならず吐しゃ物にも及んでおり、証言、吐しゃ物は大抵周囲に広がっている行くもんなんです。ところがその時の吐しゃ物は客席の足元に敷かれたフットマットの上にこんもりと固形に近い形でありましたと。へえ、珍しいなと思い、せめて散らばらなくて運転手さんのためには良かったと思いましたと。改めてこの日のことを詳細に記憶しているのは、証言、男性、山口社の運転手さんへの態度がひどいと憤りを感じたこと、女性のきれいにするのというセリフを言って逃げようとする素振りをしていたこと、その子のトーンがなんとなく奇妙に感じられたこと、女性がその言葉を口実に、相手の男性を拒否しているように見えたこと、さらに、社外に出た後に女性が泣き声のような声を上げたこと、ものすごく印象に残ったからと。だとし、客観的に見てこれは女性が
不本意に連れ込まれていると確信しましたと答え、それを受けて捜査員はこれだけはっきりした証言ならいけると2人で話し、これ高輪署の捜査員ですね、このドアマンのところに、聞きに来たんですね。じゃあ次回は調書を取らせてください。ああ、わかりました。こういうやり取りをしましたと。そして後日、改めてやってきた捜査員の手でドアマンの供述調書は作成されたと。というわけで、だから警察は彼の供述調書を取ってたんですね。で、それをもとにして、山口則之の逮捕令状を請求して、逮捕令状が出たんですよね。でも結局成田空港で、張ってたんですけど、その現場に携帯電話で、当時の、誰でしたっけ、警視庁の刑事部長だった片山だっけ、なんだっけ、渡るですよ、彼が電話してきて、逮捕を中止させたということですよね。そして、検察も不起訴にしたと、書類送検して、書類送検をして身柄を逮捕しないで書類送検をして不起訴にしたんですね。ということで、そして検察審査官、そしてそれに対して、伊藤詩織さんは検察審査官に、審査会に対して、不起訴は不当であると不服申し立てをしたんですけど、検察審査会も不起訴は相当であるということで、却下しちゃったんですね。で、仕方ないから彼女は損害賠償裁判を起こしたんですね。1100万円のいわゆる精神的肉体的、山口則之による準強姦によって、被害を受けたということで、1100万円の損害賠償請求をしたと。で、それに対して山口は1億3000万かなんかの反訴したんですね。で、それが却下されたということですよね。ということです。砂ずきんさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それから砂ずきんさん、毎日の初めての初めてご覧になる方へということで、山崎氏のキャスは一行一言コメントが集団荒らし行為があってから禁止と、このキャスの目的は情報の拡散共有にご賛同なツイッター連携で拡散共有をお願いしますと、こういうことです。で、今日の注目情報ですね。週刊新潮、私は好きじゃないんですけど、でもたまにこういうスクープ出すんですね。ということで、次に今日の推薦本ですね。これはグレタ、たった一人のストライキということで、家族4人、まあ執筆されてるのがお母さんなんですね。これの今日は第4回目の朗読です。スバンテと私について。スバンテっていうのは夫ですよね、グレタのお父さんですね。ここ読みますね。 1,2,4 ページですね。スバンテと私についてと。私は6歳の時から舞台に立ち観客の前で歌ってきたと。聖歌隊、ボーカルグループ、ジャズバンド、ミュージカル、オペラ、歌に対する私の愛は無限大で、一つのジャンルや、組織に縛られたくなかったと。今でも私はジャンルにとらわれず、いろんな歌に挑戦したいと。良い音楽である限り、どんな歌でも歌いたいと。この15年間ずっと私は芸術の質を高め、観客の幅を広げるように努めてきたと。難解なことはできるだけ優しく、上位文化はできるだけ親しみやすく、でもその努力は常に主流に反していて、ほとんどいつも一人だった。
もちろんスバンテが現れるまでは現れるまではだけどと、自分の才能を伸ばす可能性を持つ者はそれを試みる義務があるというのが私の信念だと、スバンテと私はそれにトライし続けたと。私たちはどちらも文化労働者だ。オペラ、音楽、演劇に関する専門教育を受け、プロとしての年月を多くをフリーランスや劇場関係者として過ごしたと。カルチャーワーカーとして最終的に目指すべきものは新しい観客を見つけることだと。私たちは来た道こそ違ったけど、最初からずっと同じゴールに向かってきたと。私が最初の子供グレタを身ごもった時、役者のスバンテはスウェーデンのエストヨータ劇場、国立劇場、オリオン劇場を掛け持ちして飛び回っていたと。私もヨーロッパ各地のオペラハウスと数年単位の契約を結んでいたと。1000キロ離れた私たちは新たな生活をどう築いていくかについて何度も電話で話し合ったと。君は世界トップクラスだよと、スバンテは言ったと。少なくとも10の新聞雑誌がそう書いている。僕なんかスウェーデンの劇場で、ベーシストでもやっている方が似合うタイプだ。それに君の方がずっと稼いでるしと。私が稼ぐという案には少しばかり抵抗したが、結局は同意したと。スバンテは最後の公演が終わると飛行機に乗り、私が滞在しているベルリンにやってきたと。半年ぶりの再会だったと。翌日スバンテの携帯電話が鳴ったと。フリードリッヒ通りに面したバルコニーで、彼は数分間電話で話したと。季節は5月の終わりだったが、すでに夏の暑さが押し寄せていたと。ああやれやれ、彼は笑いながら電話を切ったと。誰からだったの？俳優のエリック・ハーグともう一人の男、オリオン劇場で先週僕の芝居を見たらしいと。スバンテが出演した作品トレインスポッティングの作家アービン・ウェルシュの戯曲で、共演者はヘレーナ・アブ・サンデ・バリュー、全員が薬物依存症でみんなで死体をラップで巻く設定だったと。エリックたちはスウェーデンラジオでユーモア番組を始めるらしい。でも僕はなかなか楽しそうな人物だから、試しにその番組に出ないかっていうんだと。まさに待ってましたと申し出たよね。で、なんて答えたのと。出なきゃなんないの。私は目を見開いて彼を見たと。僕が答えたのは、今は妊娠中の恋人のそばにいるってことと、彼女は海外で仕事をしているってことだと。スバンテは私を見続けたと。つまり断ったの。そうさ、それしかないだろうと。僕たちはここで一緒にいるべきだ。じゃないと何もかもうまくいかなくなってしまう。彼はそれを実行したと。数週間後、私たちはベルリン国立劇場でドン・ジョバンニの初日を鑑賞したと。スバンテはバレン・ボイム指揮者やチューチリア・バルトよりバルトリ歌手に、自分は今主婦をしているのだと語ったと。その状態が12年続いたと。苦労もしたが、それ以上に喜びが多い日々だったと。私たちはある都市に2ヶ月住むと、すぐに別の都市に移ったと。ベルリン、パリ、ウィーン、アムステルダム、バルセロナ、その繰り返し。夏は、グラインドポーンやザルツブルク、エクサンプロバンスで過ごしたと。オペラを歌ったりクラシックの音楽が得意な人たちがするようにと。週に20から30時間はリハーサルに費やしたが、残りの時間は家族と過ごしたと。他には義母のモナだけ、友人もいないと。ディナーもパーティーもない、私だけと。私たちだけと。グレタが生まれた3年後にはベアクが誕生したと。ドールハウス、テビア、三輪車を収納するため、私たちはステーションワゴンのボルボ V70 を購入したと。そして旅回りを再開した。うっとりするような数年間だった。冬は20世紀初頭に建てられた明るく美しいアパートの床に座り、娘たちと遊んだと。春が来ると新緑の公園を家族で歩いたと。私たちの日常は他の家族とは違っていたと。私たちの日常はあまりにも素晴らしかったということなんですね。
これお母さんがあれなんですね、グレタのお母さん自身なんですね。私はなんか離婚した前の奥さんの子供連れ子じゃないかというふうに思ってたんですけど、違いますね、お母さんの実後ですね。ということです、今日の。で次、明日、オペラの夢を捨ててというところですね。ということです。アフターマッチさんがお茶ですね。ということで今日のメインテーマですね、昨日普通日語放送のテーマを過失訂正版にしました。ということで今日のメインテーマ、過失訂正版、今我々がすべきことは実体経済の数十倍の規模に膨れ上がり、実体経済を全面破壊している金融経済を縮小させ、実体経済を復興させる市民革命運動だと、ナンバー1ということなんですね。で今我々が生活している社会は超肥大化した金融経済が実体経済と地球環境を全面破壊する超金融資本主義であり、資本主義の最終段階なんだと。で新しく、書き足したのが資本主義の歴史的段階ということで、これは以前も取り上げましたけど、第一段階、最終狩猟経済ですね、狩猟による自給自足物々交換経済と、から2番目第二段階、これは農業経済、農業による自給自足物々交換経済であり、社会であり、飼育などの貨幣、銅貨などの貨幣が流通し始めると第二段階で、第三段階農業資本主義と、封建領主が土地を独占し農民を支配する、ヨーロッパ各地には世俗権力の絶対王政と神権のバチカン教皇権力の二重支配が確立したんだと、中世ですねこれね。で第4段階が商業資本主義と、農業資本主義経済の発達から登場した商人が商品生産と流通を支配し、消費を拡大させて商業資本の蓄積を実現したと。で5番目第5段階農業資本主義、産業資本主義と、銀行の信用創造による紙幣マネーが急増した段階ということで、この紙幣マネーが主に産業育成と拡大に、投資され、実体経済の飛躍的拡大を実現させたと、これが産業革命なんですね。でロスチャイド家は1881年にイングランド銀行を支配下に置き、英国の通貨発行権と管理権を手中に収めたと、1881年ですよ。だから240年ぐらい前なんですね。ロスチャイドがイギリスの実質的な中央銀行イングランド銀行を支配下に置いて、通貨発行権と管理権を手中に収めたとこういうことですね。228年前と。から第6段階金融資本主義と、これは中央銀行の信用創造による紙幣マネーが激増して莫大な投機マネーを生み出し、実体経済を凌駕したと段階。しかし金本位制によって中央銀行が信用創造する紙幣マネーの規模は金の保有量によって制限されていたと。これは金融資本主義ですね。でロシア時計は1913年に米国に連邦準備制度理事会という FRB を設立し、これは暴力的に、議会を騙してですね、反対派を殺して、無理やり、通させたんですね。で米国の通貨発行権と管理権を手中に収めたと。で第7段階が今我々が生活している社会、
超金融資本主義と。これは1971年ニクソン大統領が1ドル、ドルと金の打艦停止を発表したニクソンショックから始まってるんですね。でこのニクソンショックによって中央銀行が信用創造する紙幣マネーの規模数量は持ってる金の数量とは関係なく裏付けがなく無限大になっていると。だから自分たちが希望するだけドル紙幣をすればいいんですね。でそれに各国の紙幣は続いたということで、超金融資本主義の開始っていうのはその1970年のニクソンショックからだろうと私は思うんですね。じゃあそもそも実体経済とは何なのかと、金融経済とは何なのかという定義ですね。実体経済とは我々の日々の労働によって価値が生み出される実物経済であると。から金融経済とは実体経済から派生した金融商品の売買で株とか債券とか国債とか FX 通貨とかデリバティブとか商品の先物とかという金融商品の売買で利益を得る価値を生まない爆投経済ということなんね。それでは近年世界各国で顕著に見られる下記の異常事態の原因は何なのかと。それは超金融資本主義による実体経済と地球環境の全面破壊が根本原因であんだということで、世界各国でですね顕著に見られる異常事態というのは貧富の差の急拡大ですね。から実体経済がゼロ成長になっていると。いくら国民が一生懸命働いても実体経済は成長しなくなっちゃったと。から金融経済が逆に急膨張すると。そしてテロと内戦が世界各国で勃発すると。で5番目、地球温暖化と気候変動が激しくなると。この5つの異常な事態の原因は何なのかというと、超金融資本主義による実体経済の破壊、そして地球環境の破壊なんですね。でこのままいくと超金融資本主義の行く先は何かということですね。それは人々の生活の基盤である実体経済と人類の存立基盤である地球環境を全面破壊して、大格差社会、テロ、戦争、貧困、気候変動を生み出し、このままいくと人類全体が滅亡するというところまで行き着くだろうというふうに私は思いますよね。それもそんな悠長なことじゃなくて2、30年後じゃないですか、このままいくと。で超金融資本主義が実体経済の数十倍の規模に膨張した原因は一体何なのかと。それは各国の政府と中央銀行と民間銀行が3つの信用創造特権を独占して、世界各国で三位一体の国民資産横領システムを完成させたからだと。それじゃあ3つの信用創造特権とは何かと。1、政府が独占する国債発行権。これは各国の政府は毎年国債を大量に発行して民間銀行に引き受けさせ、多額な利子を払って民間銀行から莫大な借金をして赤字財政に繰り入れていると。2番目、中央銀行が独占する貨幣発行権。各国の中央銀行は銀行券の増刷によって政府が発行して民間銀行が買い入れた国債を買い取ることで民間銀行に資金と利子収入を供給していると。3番目、民間銀行が独占する無から金を生み出す詐欺システム、準備預金制度。各国の民間銀行は預金者の預金の総額の 1% を中央銀行に預託するだけで100倍の格納資金、信用創造を得ていると。で各国の民間銀行は創造された格納の資金に利子をつけて個人、企業、地方自治体、政府に融資して全員を借金付けにするんだと。で市民革命とは上記の三位一体の国民資産横領システムを解体して
金融経済を縮小させ、実体経済を復活させることなんだということね。それじゃあ我々の市民革命が成功したらどのような社会になるのかということで、1、人々の生活に役立つ価値を生む実体経済中心の社会となると。で、毎年 3%、5% の経済成長が持続する貧困のない豊かな社会となると。3、投機経済や博打経済が消滅し、金融経済は実体経済のためだけに使われるようになると。4、テロと戦争の資金源であった金融経済が消滅することで平和な社会となると。5、地球温暖化と気候大変動の原因である CO2 排出の資金源であった金融経済が消滅することで地球環境が保護される持続可能な社会となると。じゃあもしも我々の市民革命が失敗したらどうなるのかと。1、臨界点に達した金融経済によって未曽有の世界金融恐慌が発生すると。そして実体経済と市民生活と地球環境は全面破壊されると。2、未曽有の世界金融恐慌の最終解決手段として第三次世界大戦、全面核戦争が勃発して人類は滅亡すると。3、地球温暖化と気候大変動によって地球環境が全面破壊され、結局人類は滅亡するということで、我々の市民革命が失敗したら人類は滅亡するとこういうとこまで行っちゃうだろうって言うんですね、というのが今日のメインテーマです。砂月さん、コンティニューコイン2枚から二町さんがお茶ですね、ということで、今取り上げました今日のメインテーマの要点をアップしますね。これは単に日本だけの問題じゃなくて世界各国共通の課題なんですね。だからおそらく、アメリカにしても EU 諸国にしてもイギリスにしても各国の実体経済は各国の金融経済、おそらく、日本が20倍ぐらいですから、アメリカは50倍ぐらいなんじゃないですかね、金融経済の規模。それに 5% 課税すれば莫大な税収が保障されるんですね。そこでベーシックインカムやればいいんですよ。それが市民革命なんですね。今我々が生活している資本主義の段階は何かというと、最終段階の超金融資本主義の時代だ。超金融資本主義とは何かと。それは実体経済の数十倍の規模に膨れ上がった金融経済が実体経済と地球環境を全面的に破壊する最終段階だ。で、資本主義の歴史的段階、これ第1段階、第2段階、第1が狩猟、採取狩猟経済から第2が農業経済ですね。で第3が農業資本主義と。封建領主が土地を独占して、農業を農民を支配すると。ヨーロッパ各国には世俗権力の絶対王政と神権のバチカン、公共権力の二重支配が確立すると。これが中世でしょうね。で第4、商業資本主義と。農業資本主義経済の発達から登場した商人が商品生産と
流通を支配し、消費を拡大させ、産業資本の基礎蓄積を実現したということですね。これも中世でしょうね。で、第5、産業資本主義と、銀行が登場して銀行の信用創造による紙幣マネーが急増した段階と、紙幣マネーは産業育成と拡大に投資されたと、実体経済の飛躍的拡大を実現させ、産業革命を起こしたということですね。で、ロスチャイルドは1881年にイングランド銀行を支配下において紙幣発行権と管理権を手中に手にしたと。1881年。で、第6は金融資本主義と、中央銀行が登場し、中央銀行の信用創造による紙幣マネーが激増して莫大な投機マネーを生み出し、実体経済を凌駕した段階と。しかし金融、そうですね、で、金本位制によって中央銀行が信用創造する通貨マネーの量っていうのは金の総量に制限、それ以上は発行できないということですね。これが重要なんですよね。これのたかが外したのがニクソンショックなんですよ。金との奪還を中止しちゃったんですね。中止だけど、中止ということなんですけど、もうやめたんですよね。で、ロスチャイルドは1913年米国に連邦準備制度理事会を謀略的に設立し、米国の通貨発行権と管理権を手中に収めたと。それが今でも続いていると。これ完全に憲法違反なんですよ。で、ロスチャイルドから通貨発行権を取り戻そうとした大統領は暗殺されたんですね。リンカーンとか、それからケネディ大統領が第7段階、これは我々が今住んでる世界ですね。ニクソンショック、1971年、突然ニクソン大統領がドルと金の奪還を中止すると発表したんですね。突然。これによって、あ、ダメか、これしている社会、生活して、我々が今我々が生活している社会、そしてこのニクソンショックによって保有する金の裏付けがなくても好きなだけドル紙幣を増刷できるようになったと。これが超金融資本主義のを可能にした最大の原因ですよね。で、これ以降ロシチャイルド、コスカヤ金融マフィアが支配する各国の中央銀行は勝
って、政府に干渉されることなく紙幣マネーを大量増刷して莫大な投機マネーを創造して金融経済を実体経済の数十倍規模に、膨張させたと、そういうことなんですね。だから超金融資本主義っていうのはたかだか40年ぐらいですよね。1970年から48年か、まあ、50年ぐらいですね。じゃあ実体経済とは何かと、金融経済とは何かということですね。実体経済とは日々の我々の労働によって生み出される商品あるいはサービスあるいはで価値のあるものですよね。人の生活、人の役に立つと。で、金融経済っていうのは実体経済から派生した金融商品ですね。株とか債券とか国債とか FX とか CLO CDO あるいは商品先物とかデリバティブとかそういうものの売買で利益を得るという、何の価値も生まない博打経済ということですね。で、近年世界各国で顕著に見られる火器の異常事態の原因は何なのかと、それは超金融資本主義がによる実体経済と環境、地球環境の全面破壊が根本原因であるということですね。で、4つの、5つか、異常事態、貧富の格差、貧困の蔓延から実体経済がゼロ成長でしかないと、から金融経済が急膨張すると、からテロと内戦が勃発する、頻発すると、から地球温暖化と気候変動が激しくなると、ね、じゃあこのままいくと超金融資本主義のいくつく先は一体どこに行くのかということですよね。-14、このままいくと人類滅亡のに直行すると。ツイッターが止まっちゃってますね。ツイッターが止まってますね。そしてこのままいくと超金融資本主義の行き先は何かというと、それは人々の生活の基盤である実体経済と人類の存立基盤である地球環境を全面破壊して大格差社会、テロ、戦争、貧困、気候変動を生み出し、このままいくと人類滅亡まで行き着くということなんですね。まだダメですね。失敗したと。
行きましたね。このまま行くと人類は滅亡すると。冗談じゃないと思うね。だから健全な細胞が悪性腫瘍の毒に毒されて破滅すると。で最終的には人間の体が死んじゃうというと同じように人類が滅亡しちゃうということですよね。じゃあ超金融資本主義や実体経済の数十倍の規模に、膨張した原因は何かと。それは各国の政府と中央銀行と民間銀行が3つの信用創造特権を独占して三位一体の国民資産横領システムを完成させたと。非常に巧妙にできたんですね。で3つの信用創造特権とは何か。これは政府が独占する国債発行権と、これは各国の政府は毎年国債を大量に発行して民間銀行に引き上げさせて多額の利子を払って民間銀行から莫大な借金をして、赤字財政に繰り入れていると。民間銀行に儲けさせるためなんですね。赤字を作ると。から中央銀行が独占する通貨発行権と、各国の中央銀行は銀行券の、増刷によって政府が発行して民間銀行が買い入れた国債を買い取ることで民間銀行に資金と利子収入を供給していると。民間銀行に資金供給と利子利益を上げてるんですよね、中央銀行。で民間銀行が独占する無から金を生む詐欺システム、準備預金制度。各国の民間銀行は預金者の預金の 1% 中央金に預託することで100倍の架空の資金信用創造を得てると。で各国の民間銀行は創造された架空の資金に利子をつけて個人、企業、地方自治体、政府に融資して全員を借金付けにしているということね。それじゃ あ市民革命とは何かと。市民革命とは何かと。上記の三位一体の国民資産横領システムを解体して金融経済を縮小させ、実体経済を復活させることなんだと。じゃあ我々の市民革命が成功した場合社会はどうなるのかということですね。それは人々の生活に役立つ価値を生む実体経済中心の社会となると。それから毎年 3から 5% の経済成長が持続する、貧困のない豊かな社会となると。から投機マネーや博打経済、投機経済や博打経済が消滅して金融経済は実体経済のために役立つ のみに役立つ存在になるということですね。でテロと戦争の資金源であった金融経済が消滅することで平和な社会になると。それから地球温暖化と気候大変動の原因である CO2 排出の
資金源であった金融経済が消滅することで地球環境が保護される持続可能な社会となると。そしてもしも我々の市民革命が失敗したらどうなるのと。臨界点に達した金融経済によって未曾有の世界金融恐慌が発生し、実体経済と地球環境は全面破壊されると。これは違うか。ということですね。それから未曾有の金融恐慌、世界金融恐慌の最終手段、解決手段として第三次世界大戦、全面核戦争が勃発して人類は滅亡すると。そして地球温暖化と気候大変動によって地球環境が全面破壊され人類は滅亡すると。こういうのが今日のメインテーマでした。現在1時間、17分ですね。10秒。視聴される方が同時期で32名様、全体で129名様、コメントが55件ですね。のこのこさん、コンティニコイン2枚ですね。から K さん、そうですねと、現在の社会システムは国際金融資本家の米あるいはロスチャイドが通貨発行権を与えてもらえば国を支配することができるといった通りに基本的になっていると。反対勢力は殺されてきていると。みんながこのことを知り連帯して戦いましょうということですね。ゆかさん、こんばんは。人類だけでなく、生きとして生きるすべての生き物が生命を全うできる世界でありたい。そうですね。とりあえず人類なんですね。第二段階として、人類以外の生物、植物、命あるものが命を全うできる世界にするということですね。でもとりあえず、今、緊急の課題っていうのは、我々の生活の基盤である実体経済と人類の存立基盤である地球環境が全面破壊されるという大変な時期になっているということですね。で、それをどういうふうに突破していくかというのが今日のメインテーマでしたね。で、今日のトピックスですね。出生数初めて90万に割ると19年見通しより早くということで、朝日デジタルですね。1万4000人も死亡者が多いっていうのは何なのかと。この記事は何も言ってないんですけど、これはもう 3.11 の影響ですよ。これ朝日ですね。から2番目、火災穴が悪性リンパ。療養中の大月アナとの共通点はないんだと。2人とも福島第一原発大事故の当日、現地入りして中継してたということで、直接被爆したんですよね。危機感を持っても人類は忘れるものも早いので、グレタさんのような能力的に非常に強い意志の持てる存在が必要だ。やはり彼女は非常に直感力が優れてるんで、人類の危機ってことを本当に、直感的に感じてるんでしょうね。
いても立ってもいられないということで一人で、戦いに立ち上がったということで、それに対して、世界中の若者が共感を得て、連帯しているということですよね。からあ、菅氏の懐刀泉補佐官が暗躍、米軍ヘリパッドで密約発覚と、日刊現代。これあれですよね、この前厚生省の女性幹部と京都に不倫旅行したということで叩かれた人ですよね。それから消費税が導入されてから国の借金は急増しているアホらしさという斉藤隆夫さんの日刊現代の記事ですね。毎年20兆の借金を意図的に増やしているということなんですね。日刊現代。それから韓国裁判所が前法相の逮捕可否を審査ということで、職権乱用の疑いっていう、これは朝日新聞デジタル版ですね。ここでですね、この記事で分かるように韓国の場合、警察はあれですよね、逮捕令状執行権ないんですよね、検察だけなんですね。で、検察が逮捕令状を執行する場合、裁判所が受理して、で裁判所が審査するんですね。で、当の本人を呼んで審査すると。で、日本の場合はですね、警察も逮捕状請求権あって、検察も請求権あると。そして日本の場合はほとんどがですね、警察で、東京の場合警視庁が東京簡易裁判所の裁判官に逮捕状の請求をすると、逮捕状とかあるいは家宅捜査令状を請求すると、もう自動販売機みたいな感じで自動的に受理されて逮捕状が出てくるんですね。だから裁判所が韓国みたいに党の本人を呼んで審理するという手順が一切省かれてて、一方的に逮捕したい人間を都合のいいような資料を添えて裁判所に出すと、日本の裁判官はほぼ 99.9% を執行するんですよ。これがインチキなんですね、これね、日本の。だから警察から逮捕請求権を剥奪すべきなんですね。検察だけが逮捕状の請求ができると。ただし韓国みたいに必ず検察が出した逮捕状が正当かどうかの審理を本人を呼んで、判断するという手続きが絶対必要ですよね。日本の場合はもうやりたいことですよ。だから関生の弾圧なんかまさにそうじゃないですか。全部で90名近く逮捕されているという異常な事態なんですね。韓国のはよっぽど民主的ですよ、手続き的に。そしてロシアが野党指導者の側近を強制徴兵かと、事実上の拉致と批判もということで、プーチンもすごいね、野党に対する弾圧。なんかロシアは徴兵制で成人男性は1年間の
徴兵義務があるということで、それを理由にして、野党指導者の側近をですね、それを理由にして逮捕して、軍がですよ、軍が逮捕して、で2000キロ離れた極寒のなんか基地にわざと送ったということをやるんですね、これね。野党潰しですよ。から今日の需要情報、安倍首相が伊藤詩織さんへのセカンドレイプを繰り返す花田に堂々と登場、あの山口則之と山口陽子の小川栄太郎と表紙で共演という、これはリテラーですね。マイナス12、アスカ新社っていうのは、前はアスカ出版社っていうのがあって、それが一度潰れたんですかね。そして新会社のアスカ新社を出して作って、それがこのとんでもない雑誌を発行してるということですね。千駄ヶ谷にあるんじゃないですかね、これアスカ新社っていうのは。明治公園の前じゃないですかね、よく知らないけど、よくまあこういう雑誌を発行する人間がいるよね。買う人間もいるのが不思議ですけど、作る人間もいるっていうのも不思議ですよね。これどういうジャーナリズムなんですかね。ジャーナリストの職業的な良心というのはないんでしょうね、彼らはね。金のためにやってるんじゃないですかね。ということで今日の木曜日の放送はこれで終わりです。ちょうど1時間27分20秒ですね。視聴されている方は32名、全体で139名、コメント65件ということで、たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューポイント、たくさんのギフトをいただきまして、ありがとうございました。関西生コンといい、佐野サービスエリアといい、もかしなら、総労働で支援があった、昔ならか、孤立させないということです。そういうことですよね。ということで今日の放送これで終わりです。お疲れ様でした。明日金曜日ですけど、今日みたいにちょっと早めにですね放送したいと思いますので、よろしければまたご留意してくださいと言って、今日の放送これで終わりです。